皆さんこんにちは。目分量クッキング、今回は、ムニエルの作り方をご紹介します。使う魚は何でもいいですが、今回は、安くなっていたので、ブリを使いますね。焼く前に、一手間加えます。塩コショウで下味をつけて、小麦粉をまぶしましょう。焼いていきます。フライパンに油をひいて、あ、皮が下だった。しばらく焼きます。サーモンだと、半生くらいが美味しいらしいですね。逆に、タラを使う場合は、中までしっかり火を通した方がいいと思います。ここで、バター投入。溶かしながら、絡めていきます。ムニエル、完成です。いろいろな魚に応用できる、便利なレシピです。簡単に作れるので、ぜひお試しください。ご視聴、ありがとうございました。